はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんはじゃなかったね。おはようございます。おはようございます。今日もやってまいりました。ザ・ラブデイ。ファミリーコンサート、全然違いますね。ジャパンオークションセンターから。コンサートを開催いたします。よろしくお願いいたします。打ち合わせなし。じゃあ、今日は何回目？11回目すごい。はい、はい。ジャパンオークションセンターで行います。ちょっとまさかのファイブ佐藤の楽器も見られます。先月はちょっとエアでしたけど、今回はすごいかもしれません。よろしくお願いします。お招きしないと。お招きする。あ、もう続きでやってみます。はい。じゃあ、前回に引き続きまして、ジャパンオークションセンターのスタッフさんの神山さんをお招きいたしまして、ちょっとまた今日の出し物とか、何ですかね、品物をオークションセンターの競りに出るものとか、会場内を散策してまいりたいと思います。一緒に。お願いします。神山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でございます。こんにちは。今日も暑いですけど。暑いですね。どんな感じでしょうか。今日はですね、すごいもう駐車場いっぱいなんですけど。駐車場はいっぱいなんですけどね、やっぱり今日から3連休でしょ、はい、みんな海行っちゃったみたいでね。あら、いつのよりお客さんもね、出品の人もね、ちょっと少ないんですよ。この暑さとね、来る時にやっぱり道が混んでて、皆、さん、あ、海水浴だったんだ、どっかに、ね、だって海の日でしょ、今日ちょうどね、うん、あ、そうなんですか、うん、あら、白なんだ、海の日ですよ。、うん、あ、やった。だからね、ちょっと今日は寂しい、いや、でも今ちょっと寂しい感じになるかな。お客さんいましたよ、お客さんね、うん、近所の頑張りましょう。え、頑張りましょう。よろしくお願いします。では、中をまた、はい、ここの所在地の説明とか、はい、あ、ここでやっていただけますか、うん、あ、じゃあ、ここの所在地の説明などお願いいたします。はい、ここはですね、はい、東京都足立区、はいはい、そこですね、はい、足立区中央本町、はい、4-15-1番地。はい、車が来ました。はい、それで続々と車も来ております。ですね、足立区役所から、まあ、200メートルぐらいの場所になります。すごい、ね、それで、あ、私たちは車、一般の、はい、それで一般の人はですね、今日がその日になりますけど、毎月の第3土曜日に、一般の方に、場所を開放してですね、それで、フリーマーケットという形でやらせていただいております。はい、はい、それで、ね、時間がですね、はい、時間こちらにありましたね。時間がこの辺にありましたね。時間が、あれ、どこにありましたっけ、時間が、はい、問い合わせ、あ、ここだ、ここだ、時間が一つ飛ばしてしまいましたか、はい、11時から3時まで、はい、ね、31時から3時まで、駐車場もありますから、車でお気軽に来てください。はい、メインイベントの、競りなんかは1時ぐらいからです。そうですね、1時ぐらいからね。で、はい、じゃあお問い合わせはこの番号です。0338804118でお願いします。はい、で、こういう、はい、電車で、電車で来られる方はですね、東武伊勢崎さん線の五反野駅、つくばエクスプレス青井駅、ね、それぞれ徒歩15分、ね、お車の方は、高速道路でしたら千住新橋か貨幣インターから、はい、800m です。ほう、はい、あと最後に、はい、ホームページのアドレスも、あ、そうでしたね、最後にありました、最初にありました、はい、これですね、はい、はい、じゃあホームページのアドレスがこちらになりますので、はいはい、オークションセンター .co.jp、はい、では場内を、場内を、はい、場内、はい、じゃ向こうから入りましょう。はい、
いところですね。はい、これはもう着々と準備しているところです。はい、外のブースですね。いつもはね、もっといっぱい外のブースずっとね、10点ぐらい並ぶんですけどね、今日は寂しい、2点だけかな、外はね、今日暑いから暗いね、はい、東京に人がいない回数です。はい、入ってみましょうか。じゃあ中に、はい、あ、涼しい。中はね、もうエアコンがね、ちょうど効いてますからね。涼しいです。この時期でももうね、涼しく。で、どっから行きますか。どっから行きましょうか。どっから行きますか。このお店かな、それともまずこっちかな。こっちから行きましょうか。こっちから行きましょうか。ね、こっちの雑貨のお店から行ってみましょうかね。はい、いらっしゃいませ。はい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 。宣伝のためにリアルで配信していますけど、はい、なんかおすすめ、はい、今日のおすすめとかありますか。リラックマの時計、はい、これがね、下に振り子がつくんですよね。それでね、これがなんと200円ですから、ね、200円ですか。こうつくわけですね。かわいいですね。そうですか、ありがとうございます、はい、あとこの、はい、小森純のね、はい、ルームウェア部屋着ですよね、上下でね、これがなんと2000円のところがね、500円です。安いですね。あ、もうこの方、もうジャンジャンテレビに出てますね、はい、今ね、結婚しちゃったけどね。はい、ありがとうございます。はい、後ほど、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと次どこですか。あ、こっち、こっち、こっち行きますか、いつもの、はい、いつものお兄さん、和歌山のお兄さんは。いつものお兄さん、カバンと雑貨と、何でも配信中です、はい、今日の目玉とかは何でもあります。いつもどれも目玉なんでしょうけれども、特に目玉ありましたら和歌山のお兄様でございます。重要なスタッフの方でございます。これを新物ばっかり、それ分かってます。それ分かってますか。全部いいんです。基本的にはね、面白いものがね、いっぱいあるのよ。それでね、いいものもあればね、でよく探すとね、変わったものとか珍しいものとかね、うん、およっと思うようなものがね、いろんなところに潜んでる。いや、そんな感じしますね。このブースはね、うん、このブース、このブースもだいたいいつもはい、で、値切ればいくらでも、うーんとね、関西人がやってらっしゃるお店でございます。ですから、どんどん値切ってくださいと。では次はどこ行きましょうか。楽しみですよ。もう今家をお出になっても間に合いますので、どうぞ。じゃあ次はこっちはいいものですね。今日もちょっと困った、はい、いいことになってます、ね、はい、いつもね、家庭用品とかね、こういう陶器類とかね、骨董品とかね、そういうものをね、中心にね、あと新品のこういう洋服とか T シャツとか、そういうのを、主に出されてますね。これは王子の AT フィールドさん。王子から王子になってたから、前回お米をあったりなんか、王子 の, あの図書館の近くでしたっけ。そうですね、帰宅役所、うん、帰宅役所の近くでやられてます、はい、AT フィールドさん、お店があります、はい、毎月第3土曜日にはここに行って、いろんなものを見せていただいて、すごいいい方なんですよね。特に今日の目玉は、あ、AT さん、今日の目玉は何ですか。おう、あ、関孫六ね、関孫六の新しいやつね、定価で7、8千ですけど、7、8千円、はい、1300円、おー、安い、1300円です、はい、いいですよ、包丁を買い替える方とか、新しい生活を始める方には必需品でございます。まだ間に合います。まだ間に合います、ね、まだあと10本ぐらいあります。あと10本ですか。でもやばいですね、やばいですね。じゃあ1本、じゃあダメだ、どうもありがとうございます。ありがとうございました。